はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015畠山和弘侍道パート10にやっていきましょう。でね、今回からオールスターということでやってきました。成績的にも4割2分8厘でホームランが42、打点が101とほぼ完璧な状態で来れたんじゃないかな。オールスターまでまさか40本超えるとは思ってなかったんですけどね、なんとか40本超えることができました。そうだね、結構波が激しかったんですが、なんとかこらえたという感じでここまでやってきました。うん、ということで今日はね、楽しんでオールスターやっていきたいと思います。それはね、全て一発狙いで、あまり当てるバッティングはせずにね、やっていきたいと思います。8番ファースト、三冠王を8番に持ってくる、そこら辺なかなかやってくれますね。うん、でね、今撮ってるのは10月の16日の8時頃なんですけど、CS もね、ある程度進んでいて、ソフトバンクは3回時点で内川のタイムリーとイデホのホームランで 3-0 で、ヤクルト対巨人は未だ僕が見てた時は 0-0 でしたね。いや、ほぼもうソフトバンク決まったんじゃないかな。本当に強いですよね。圧倒的な強さというか、内川がええところで打ってるイメージが僕はあるんです。で、イデホがね、しっかりホームラン打ててるような、いいですよね。本当こう投打噛み合ってるような状態で今来てますね。ヤクルトはね、若干こう打線がまだそこまで活発になってないところらへんが怖いというか、なんかなって感じはあるんですけどね、なんとかこう打線奮起してくれるとヤクルトもいいんじゃないかな。やっぱりヤクルトの日本シリーズが僕は見たいかなと思います。別に巨人が見たくないとかそういうわけじゃなくて、行ってないじゃないですか巨人は。結構ね、日本シリーズって最近も経験してると思うんですけど、ヤクルト本当に最近行ってないから、ヤクルトに行ってほしいなっていう、ただこう一プロ野球ファンとして思いますね。うん、頑張ってほしいな。さあ0対0ですね。ここまでセパ面白くないですね。畠も面白くないね。森くん3番だ、ギータ1番。いやー、なんか気を利かせた打順ですね。さあこの辺で、お、牧田だ。牧田もね、その日本代表どこの位置で投げるのかな。抑えっていうのは今回しっかりしてるので、沢村しっかり、増井もそうですし、あとは松井君もそうか。だからね、で先発陣もしっかりしてるし、どうなんだろう、牧田は中継ぎとして使われるのかな。で、誰が抑えをやるかだよね。3人いる中、誰をこう、小久保監督が指名するのか、僕はもう一つ楽しみなんですけど。で、若いこう抑えが3人いるわけですから。増井選手って若かったかな、どうやったらな。でもまあ、間違いなく、ね、松井君と沢村は若いですから。ね、どこをどういう起用をしてくるのか。一番僕的にこう安定してるのは今沢村なのかなと思いますね。うん、ま、松井くんもいいっちゃいいですけど、こう安心して見れるのは沢村なのかなと思います。ということで第2戦やっていきましょう。今日ね、ちょうどパート1がアップされたんじゃないかなと思います。いくつかねコメントも来てくれてて嬉しいなっていう限りです。まあそうですね、ちょっとやりたいことが今多いので、リクエストまだみたいなコメント、まだやらないのっていうコメントは結構来るんですけど、もう正直リクエストが30人ぐらいいるので、どっから手つけていいか若干わからなくなっているので、必ずやるのでね、お待ちしていただいたら嬉しいかなと思います。別に無視してるわけでもなく、やりたいのは山々なんですけど、やっぱりこう旬の人をやった方が皆さんも楽しめるんじゃないかなと思って、ね、全然関係ない人をこれやってもね、面白みに欠けるのかな。あ、あの選手すごかったな、動画でも見ようかなって思うのが僕の、一番いいやり方なのかなと思うので、うん、でそろそろこうウィーレもね、やっていこうかなと考えております。今日ね、ちょうど今日、ウィーレ買ってまいりました。うん、6000円ぐらいだったかな、中古、いやあれ新品だったかな、新品6000円ぐらいだったと思います。ね、安いゲーム屋さんで、安いって言っても、まあ、ゲーム屋さんで今日買ってまいりました。うん、そのうち公開させていただきたいかなと思ってます。それね、またウィーレの話は
あのウイレの動画で喋らせてもらいたいかなと思います。僕も正直ウイレ自体ね結構ご無沙汰なのでプレイ自体は落ちてると思うので少しこう練習が必要なのかなと。別にねプロスピがめちゃくちゃ上手にねウイレに手を回していいっていうのはね楽なんですけどそういうわけでもないからこうどっちも極めるっていうのはなかなか大変ですけど頑張ってやっていきたいかなと思います。そう思うとね何かこう特化してる人っていうのは羨ましいよね。僕ゲーム自体は多分器用貧乏だと思います。ある程度のものは知ってるしある程度はできるんだけどかといって何かがこうものすごくできるっていうわけでもないんですよね。ウイレとかプロスピとかも普通の人とやればまあまあ勝てるんですけど上手い人でやればまあ確実にやられるかなっていう感じなのでそこをね上手い人でやっても互角にやれるぐらいになれるといいかなと。せっかくね、こういう場を設けさせてもらってるんでそれ喉の調子が悪いんですけどね、せっかくなら少しでも上達したいかなと思います。あんまり調子良くなかったね今回。ここで得点しないとちょっと苦しいですよね。いやパリーグ強いね。てかセリーグ自体がねセリーグ自体がねヤクルト自体が急に調子悪くなってね今1位2位あたりをこう行き来してるような感じなので一時期ねめちゃくちゃこう調子いい時があって1位と7ゲーム差とか話してる時があったんですけどなんかねピッチャー陣というよりも打線の方がよろしくないことが多くてね畠山選手の前にランナーを貯めてくれないってことが多々あってねそこら辺ちょっとしんどいなとは思うんですけど、まあ、今回のオールスターちょっと微妙でしたけどまあヒット1本打ちましたし良かったんじゃないかなということで、次回頑張っていきたいと思います。あ結構 3.5 結構話したんだね。あこの辺5連勝できたんだ全然見てなかったけどこの辺が調子悪かったんですよね。5連敗6連敗とかしてたんですけどなんとか持ち直したようです。で次回はねベイスターズ3連戦後半戦の初戦の3連戦を取っていきたいと思います。ちょっとね喉の調子が悪くて聞き取りづらいこと多かったかもしれませんがご了承ください。なんか調子悪いんだよね。若干喘息持ちっていうのもあって調子悪くなるとね1週間ぐらい調子悪いのでなんとか早めに直していけたらなと思います。それではねご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではソウスケでした。さようなら。